ねえ、犯人は分かったの？いろいろ聞き回ってるけれど。あ、はい、今から順を追って説明します。ここの当主様と必要以上に親しい、連絡のやり取りを頻繁に行っていたメイドがいたのは確かですね。そのメイドって？左手の手の甲に赤い雲のタトゥーがある方。このタトゥーはこの町の近くにあるスラム街を拠点として活動するギャングのものです。ギャン。つまり当主様はギャングとつながり取引をしていた。あそこのギャングのリーダーはお金さえ払えば何でもやりますからね。今回パーティーのメイン、黄金の秘宝もギャングの力を借りて手に入れたものだと思われます。そのメイドですが、あなた方のメイド服を着ていた。この形のメイド服を着ているのはあなた方4人のみと伺いましたが、正しいですか？そうですよ。ご主人様は多趣味なので、いろんな種類のメイド服があるんですよ。気持ち悪いな。多趣味、メイド、猫耳、変態？なるほど、ありがとうございます。そしてこちらにあるメイド服、こちらのポケットに宝石が入っていました。大きさなどからかなり値打ちのあるものでしょう。そしてこちらが当主様が書かれたと思われるメモ。今日もありがとう。またあそこにあれを置いたよ。片言なのがちょっと笑っちゃう。こちらは当主様の字で間違いないでしょうか？ええ、確かに。この癖のある艶やかな字はご主人様のものだわ。え？このメモのあれとは内容から見るに報酬のことでしょう。このメイドとはよくやり取りをし、その謝礼に報酬を送っていた。その報酬がこのメイド服に入った宝石とすれば、ここまでの話がつながるかと。それで結局そのメイドって誰のことなのよ。そうよ、結論から言いなさいよ。このメイド服を着ている4人の中、そしてこのサイズを着用しているのはポニーテールの方、そしてボブカットのお二人のみ。私は違うわよ。私だって犯人じゃないわ。だって盾も見つからなかったんでしょ？はい、しかしこういったものは見つかりましたよ。それってさっきのメモの続きとかです？そうですね、先ほどは当主様のものでしたが、秘宝を手に入れた、謝礼はまた後日リーダーと。こちらは相手のメイドのものです。犯人がお二人に絞られた今、どちらが書かれた字かは容易にわかるのでは？これあんたの字じゃないの？そうですよ、これあなたのじゃないですか。というわけで犯人はあなたで間違いはないでしょうか？でもタトゥーが、先ほどは言いませんでしたが、ファンデーションなどで隠している可能性もありますよね。すごいカバー力だ。クレンジング量なら私のポケットの中に入ってるわよ。どうします？試してみますか？おお、怖っ。そうよ、何？私よ、何？一緒にいたぐらいで猿みたいにわめいちゃって、ちゃんと処分しとけよって言っておいたのに残してるなんて、あいつの頭の中も猿なの？ひひひ、あー顔怖い。あんな柔らかモヒカン男、興味なんてないっての。うちのリーダーの方がよっぽど男前だわ。あんたら趣味悪すぎよ。なんですって？犯人が分かったところでもう一つだけ。これ当主様に渡していたお薬のようですが、調べたところ内容は毒でした。これは一体どういうことですか？それリーダーに渡せって言われて毎日モヒカンに渡してたのだけよ。モヒカンなの分かんなかったな。最近入金が滞ってるみたいだったし、それは毒を盛られても文句は言えないんじゃない？
本当にギャングの仲間なのね、あんた。怪しいとは思ってたのよ。掃除も洗濯もろくにできないわ。歩き方も下品だわね。はよ気づけや。はあ、便所とか臭くてなんぼでしょ。服なんて同じの着てればいいっての。やばい。やばいな。すごい争ってる。まあギャングと関わったらろくなことにはならねえってことだな。でもあの人嘘だって認めたから、これであの怪物食べられるね。ああの目玉の。いやかわいそうだな。まあ頑張れよ。さてさて、これで無事犯人が分かりました。許さないわ。ギャングだなんて怖いです。このあ？はい、というわけでこれで無事犯人が分かり、あっちの嘘が食べられるんじゃないかということなんですが、見に行きますか。気持ち悪いね。さあ、ぐぐー、あ、倒せんのかな。さあ行きましょう。嘘、うわー、キモい嘘って。キモい、これは。はい、一瞬でした。伝説強すぎるな。うーやだ、もう二度とこんな形の嘘食べたくない。うー。全部食べてないがいいのか。うん、ドロドロを作れなくなるまでには食べたからね。もう食べたくないから、許して。ほら甘いもんやるから口直ししとけ。あ、プチシュー、キモいな。うん。なくなりはしないのかこれ。でも一応食べたのかこれで。あ、いなくなってる。すぐ戻ろうとするからな。あー、止まっておくか。どこだっけか。まあ伝説の持ってるからもう最強なんだけども、ちょっと休んでいこう。よし、じゃあ屋上に行こう。あれ、どうした、またドロドロになってるな。また戻れそうにないね。あー、また戻れないんだ。進むしかないな。なんのかな、戻れそうにない。ん、お、いや、またあったね。調子はどう兄さん。さっきもだが、一体何なんだ。俺に兄弟なんかいない。お前の兄さんなんかじゃねえぞ。へえ、本当に忘れてる。あの時と比べて僕がだいぶおしゃべりになったからかな。あれからずいぶん時間が経ったよね。ならこうすれば思い出せるんじゃない。可愛い顔だね、てお兄さん。小さい頃の面影ありますね、これ。お前シリルか。やっぱりちゃんと覚えているじゃないか。そうだよね、イーノス兄さんのことだって覚えてるみたいだったしね。お前ら最初からグルだったのか。さーて、どうかな。どっちだってもうお兄さんには関係のないことだし。裏切り者、怖っ。何も言う気はないみたいだね。まあいいけど。そっちのドラゴンの子大丈夫？随分と聞いてるみたいだけどさ。うまくいきすぎて怖いくらいだな。力の制御がうまくいかないのって。うん、初めて会った時耳鳴りのようなものしなかった。あれのせいなんだ。君の力を不安定にする超音波を出したんだ。そんなものすごくない？ここまで嘘が溢れてるのは人間のせいだけどね。
前の目的は黄金の秘宝じゃなかったのか。こいつの力を不安定にしてお前に何の得があるんだ。一応怪盗だからさ、宝はちゃんと盗まないといけないだろ。これ偽物っぽいけどね、見て分かんなかったのかな。裕福なやつは見る目がないね。うわ、騙されてる。マジでかわいそすぎないのモヒカン。今回はお宝はメインじゃないんだよ。あの時俺を恨んでるかって聞いてきたよね。手お兄さんは察しがいいからもう気がついてるんでしょ。嘘をつくと疲れるだっけ。なんで手お兄さんは疲れないのかな。その嘘にまた嘘を重ねてあやふやにしているのかな。嘘にまた嘘、つまりはごまかしているだけだ。いつ崩れてもおかしくはない。大丈夫だよ、僕が手伝ってあげるからさ。ここで怪盗と戦うのか。伝説のつけてなきゃよかった。ナイフ、小さな瓶使っていいかな。なんだろう、ファイヤーしか使えない。ファイヤー使おうじゃん。力ため。おー、こんな感じか。ちょっと何してくるか見ようかな。バタフライエフェクト。おお、なか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 食らうんですけど。へえ、面白い。ちょっともう一回耐えよう。いやー、きついかもしれん。戦っちゃおう。へえ、強いじゃんシリル。いけ。あれ、力試すのまずいかな。まあ大丈夫かなーと思うんだけど。死んじゃうかな。チョコプチシュー。強っ。なめてたわ。あ、死んでもレベル上がる。あ、まただ。ん？なんだ、ギャング様がこんなガキのたまり場に何の用だ。こいつらが銃を盗んだ。おい、やっぱ面影あるな。あんなに弱気そうだったのに。さあ何のことだか。うう、人違いじゃないのか。やべえよ、今までに盗んだのもバレてんじゃん。どうしよう。殺されちゃったりするのかな。やめろってそういうこと言うのな。でもすごく怒ってるし、相手はギャングだよ。なら俺がそのリーダーと話をする。だからこいつらは一旦ここにいさせてくれ。逃げねえよ、この辺りはそっちの縄張りだろ。逃げ場なんてないさ。俺たちのミスなんだから俺たちも来なくていい。ここで待ってろ。あー、うわわわわわ、えぐ。シドが嘘に疲れてる。シド触るな。いいか、これ以上近づくんじゃねえ。脆いもんだね。さあ、あと少しかな。そのための時間は稼いであげるよ。あ、出てった。あ、いない。あ、あれ、シドは？ちょっと戦闘不能のまま行っちゃった。大丈夫かな？一人ぼっち。嘘つかれるの我慢してたのかな？守るって約束した。助けに行かなくちゃ。えひー、びっくりした。はー、うー、怖いのは嫌だよ、シド。
寂しい、ここでシドとお別れです。一人ぼっちのエフィーナ、しかもめっちゃ HP 減ってるし。もうこんだけあれば平気かな。ドロロ、うそ、そう、寒い、寒いじゃない、怖いよ、怖い。おっと、上も行けんのかな、どうなんだろう。ドロドロしている。おっと、ドロドロしている、通れそうにない。ここかじゃ、謎の部屋だ。なんかあるぞ、ベッドもある。休む。すぐ休んじゃう。鏡がある、鍵だ、紙でも真っ白だな。うん、こういう時は火で炙る、水に浸す、逆さまにしてみる、だっけ。白いメモ、なんか真っ白なメモ、鍵がある、あとなんだろう、部屋がある、部屋があるな。8108、この紙、鏡に映したら文字が見える。8108、鍵か、それで8108。あれ違うみたい。逆か。8018、解けた。あ、何、う、嘘でできてたんだ、びっくりした。あ、そういうことか。え、だからなんだろう、鏡だ。影に身を任せ、影？刃を恐れず、刃？先を見通し、見通し？どうしたらいいんだろう。あったー！させてすみません。私もびっくりしたんだ。でもやった、通れましたよ。びっくりしたよ。ああ、ひー、ごめんなさい、ごめんなさいです。うー、初仕事でなんでこんなことになるんですか。は、これがブラック企業というものですか。うー、初仕事なのか、かわいそうに。お、あ、みんないる。ここは3階でしょうか。一つ上がるのに随分手間がかかりますね。ちょっとまたスマホが鳴ってしまう。よいしょ。ブレッドだ。キー、なんだっけ、ニールだ。しかし嘘の塊には私たちの攻撃はが効かないからな。ドラゴンの能力同士だと相性が悪いのだろうか。あれ、隊長さんたち、ちょっとなんか安心する。親、お嬢さん、ここにいたのか。君の主の方が、主の方が見当たらないが、どこかに行っちゃった。君を置いてか。あ、でもね、違うの。私が近づいたら危ないから、シドから離れていったの。多分。だからね、シドには怒らないで。アイリス、あいつが今どこにいるかはわからないか。はい、しばしお待ちを。しかし君は大丈夫なのか。現在はこの泥のような嘘は増え続けている。
つまり君は今力を使いっぱなしの状態だ。そっか。少しだけフラフラする。危ないの？ドラゴンは体は人より丈夫だが死なないわけではない。ナイフでも何度も刺されればいずれ死ぬ。そうなんだ。寿命だけなら人の約2倍とも言われているが、これも定かかは不明だ。あとはもう一つ、能力を大きく解放した時、つまりは力を使い果たした時だ。まだ小さいうちなら使える量が限られている。暴走なので必要以上の力を解放してしまい、命を落とす子供のドラゴンもよくいるんだ。そっか。ヘデビル君はすごい、なんか大変だったんだもんね。あ、お待たせしました。上の階の通路にいるようです。ほう。しかし上の階には他の生体反応もあります。怪盗さんかも。その人が超音波で制御を外したって言ってた。超音波。その回答ならば君を元に戻すことも可能であると言えるだろうか。とにかくはその人間に会うのが先決だな。でもこの辺りまた嘘の塊が不安定にうごめいているので危険です。さっきはどうやって来たの？先ほどまでも泥が不安定で通れなかったのですが、突然泥の動きが止まったので通れそうなところをブレッド様の力で通ってきました。どういうことだろう。あ、さっき鍵の形をした嘘があったの。それを解いたらアイリスさんが出てきたから。なるほど。その嘘の鍵というものを解けば またこの辺りの泥の動きも止まるかもしれません。ほう。ではできることなら私たちも手伝いをしよう。ここにも2人ほどいた方がいいな。では君についていくのは1人だ。付き添いを変更する場合は前の付き添いと入れ替える形としよう。私たちは上の方で様子を見ているからな。さて、というわけでここでなんとこの3人と協力ができます。なんて嬉しい、なんて嬉しいんだろうか。さて、ちょっと一旦セーブしよう。さて、セーブ完了。じゃあどうしようかな。アイリスから一緒に行く？一緒に行こう。あ、私と行きます。お任せください。なんか不安な二人だけど、随分とすごい。アイリス先頭だ。一緒に戦ってくれる。あ、一緒に戦ってくれる。アイリスレベル20だって。やば、強いじゃん。護身用ナイフ、調査部隊専用の小型ナイフ、アタック。あー、すごいな。ちゃんと防御力もある。防御力低っ低っ。で、黒い髪飾り、ふわふわしている。景気服、景気体専用服、頑丈にできている分少し重い。ほー、すごい。これは外せませんよね楽しい。これは3つ扉があるので、それぞれ1人ずつのルートになるんですけど、アイリスはね、見通すやつかな、これかな、先を見通し。ここ真っ暗でドヨドヨしてる。はい、私なら大丈夫ですよ。見た感じ分析で進める程度の薄い泥ですからね。じゃあ分析して。一度アイリスさんに分析してもらおう。よし、何にも見えない。大丈夫です、お任せください。ぐぬぬはい、これで私と手をつなぎます。あ、見える。あ、話しこめちゃった。私と手をつないでる間、視界などを共有できますから。すごい。さあ行きましょう。心強い。手つないでってるのか、これすごい。よっと、あ、戦えない。アイリスと戦えると思ったんだけど、ドロロしか出ないわ。そういうもんか。あれ、鍵だ。おっちょっとね、もっとね、かわいいリアクションになりたいなおっと、もう一
ち位置ね。ゴミ箱ゴミ箱、何かある。チョコプティッシュ、またもうゴミ箱もゴミからも食べ物、いつもいちごキャラメル。よしよしよし、さて鍵だ。あった、やりましたね。これは食べられそうなやつですか。うん、食べる。あ、食べた。よし、任務完了ですね。うん、そうだ、アイリスさんも子供の時ケーキ隊に保護されたの。ええ、そうですよ。ああ、そうなんだ。じゃあ人間は嫌い。いいえ、私の生みの親おじいさんだったのですけど。へえ。一緒に探検をしたり知らない植物を調べたりしてすごく素敵な人でした。そのための能力なんだ。あれ、いい人といたら保護されないんじゃないの。ん、悪い人に殺されちゃいました。私をどこかへ売るつもりだったみたいです。ああ、嫌なこと思い出させちゃった。いいえ、大丈夫です。ニール様やブレッド様が助けてくださいましたし、今はそのお手伝いができていますから。隊長さんたちやっぱりすごいんだ。そうですよ、他のドラゴンの子たちもみんな憧れてます。あ、でもブレッド様はちょっと違いますかね。え、どういうこと、どういうこと、そこ気になるわ。なんで？ブレッド様はですね、子供たちからはちょっとしたホラーとして恐れられてます。ホラー？怖いの？ブレッドさん、子供が嫌い？いいえ、好きだと思います。とっても優しいですし。でもいきなり床から現れたり、壁から出てきたりするので確かに、それはホラーだわ。びっくりして子供が泣いちゃうんです。私も小さい時は17回ほどびっくりして泣いちゃいました。そんなにか、よく数えてたな。へえ、なるほど、そうだったんだ。でもお二人ともみんなの憧れで目標なのです。私も頑張らなくては。うん、私も頑張る。おー、いい話だったな、なんか。さあ、ここから出ればいいかな。あ、戻ってきた。オッケー。さて、じゃあ次ブレッドにしようか。一緒に行こう。